お母さんのさお部屋とかさ、もううちお母さんがオタクだったから、もういろんな、なんだろう、作品に触れることができてめっちゃありがたかった。でもお母さんの話題が出たんで、お母さんから連絡が来たんだよ。お母さんからちょっと逆じなたい私、お母さんが急に今日 LINE 送ってきたの。おめえ見てたんかバレたんかみたいな感じで、一応マネちゃんね、ちょっと面白かったからこれじゃあ、みんなさんに見てもらっていいですかって言った、いいですよって言ってくれたから、これ出しますな。あれ、私ちょっと固定したいんだけど、見た頑張ったね。だってだから、お母さんの秘密のクローゼットバリチったお母さんの秘密のクローゼットバリチった。お母さんのクローゼットに何の漫画が入ってるかがもうちょっとバレてるみたいなとこありますけど、今回はさらっといきやす。あそこ結構引っかかるんだね。そう、姫ちゃん、姫ってなんか帰ると、姫って、お母さんと見つかった、姫ってこと。うちのお母さんは変わったやつなんだよマジで。もうなんかね、もう会うたびになんかね、ドゥン、姫、姫、おかえり姫みたいな感じで、なんかこう変なステップ踏みながら変なステップ踏みながらね、来る狭に来る狭に来る、おかんおもろいんだ、うちのお母さん。あんま見たことないタイプこれもういいかな、なんかあったっけ結構喋ったっけか、こりゃ。あ、意外ともう30分経ってんのかな。今日喋ろうと思ったことまだ全然喋ってないかも、もしかしたら。いや、はじめ、そう、オタク名乗りたいんだけど、これオタク名乗れんのかな？名乗ろ、今日から。ワイはオタク、とどろきはじめ。いやいや、番長だって。何言ったの、マジだ。あ、それなんで番長なのかって気になった方もね、いると思うんですよ。いや、なんか、まあ、おしゃれ番長かーって、なってくれた方もいると思うんだけど、まあ、おしゃれ番長もそうなんだけど、なんかこう喧嘩に強い感じの番長ではなく、初めの中の番長は特にこう学校とかクラスだとさ、グループとか分かれちゃうじゃん。なんかで分かれちゃったら趣味が本当は合うのに仲良くこうできなかったりとかあるじゃん。なんかそれをこう取り持ってくれるみたいな、クラス全体分かれてるグループをこの番長の元でだったらみんな縁になれるよねみたいな、それぞれ違うこう性格とか趣味とか好きなもの違ったりするけど、この人の元でだったら、あ、そういうのもいいかもねみたいな、いろんな好きをこう分かち合えるリーダーじゃないんだけど、輪っか作れる人になりたいな、そういう人がいたらいいなって思ってて、そういう番長になりたいな。だからな、なんか、まあ、初めはアニメとかも、まあ、K-POP とかもなんかおしゃれなこととかもいろんなことが、まあ、ひどく浅く好きだから、いろんな趣味を持ってくれた人がここに来てくれて、それぞれのなんか良さみたいなのをこう分かち合って、それってそういう魅力あんだみたいな感じで、なんかみんなの世界が広がれば嬉しいなーって思って。 BGM わ、なんか褒められてんだけど、ポリポリ、いい子だった、はじめいい子だった、ありがとう。